にちは。よろしくお願いします。お願いします。あの恐縮ですけど、ご年齢は？49歳です。49歳？はい。いいカップです。これから刑務所、そうですね、入られるってことですね。そうです。休憩7年なんで。あ、休憩7年なんですか？そうなんです。7年。歌舞伎町とかにいる人たちの、そういう悪い人たちの環境にいるから、そういう人たちがやってる忍びを、まあ、自分もやろうみたいな感じになってきて。あと、まあ1ヶ月ない感じですか？そうですね、もうないですね。あ、浅草のうなぎが食べたい。あ、最後に食べた、最後に、あ、ごめんなさい、最後にっていうのは遅刻ですけど。子供も大きいですもんね。お子さんもいらっしゃるんですか？そうです。めちゃめちゃ美味しいです。だから頑張ってくるから、みんな待っててほしい。頑張れ、頑張って。なんとお呼びしたら？あ、スノーでお願いします。スノーさん。はい。お名前が雪なんちゃらってことですよね。あ、そうですね。はい。結構美容とかに気使ってる感じですか？まあ、すごいもうバリバリ使ってるとかではないですけど、まあ普通になんか女子がよくやるようなことはやりますよね。ああ、いや、はい、若いですよね。本当ですか？はい。本当にありがとうございます。ご結婚は？あ、してないですね。もう、はい、もうシングルですね。ずっとですか？そうですね。生まれてからもずっと一人ですね。DM いただいたじゃないですか？あ、そうですね。DM いただいて、はい、これから最後の判決ってことですよね？あ、ですね、今ちょっとあのもう一回やり直しみたいにはなってて、はい、でそれが7日の日にあって、はい、でその後に休憩が出て、また最後に判決が出るので11月になります。はい、休憩7年です。なので、だいたい6年ぐらいとかですよね、よくて。あ、じゃあちょっと上がることもあるし、下がることもあるけど、頑張ってるけど、あんまり変わらない可能性も高いですよね。弁護士を変えたんですよ。あ、そうするともう一回できるんですか？そうなんですよ。なんかたまにこうすごいシャバに長くいたかったり、保釈をちょっと、ま、なんか伸ばしたい人とかがやる技、はい、でもあるけど、私はまあ別にそういうわけじゃなくて、もう一回ちょっとチャンスくださいみたいなふうにはしました。カラオケすぐそこにもありましたよね。ビッグエコーが。あ、そうですね。何の乾杯かしてわかるんですけど。はい、いただきます。お酒結構好きなんですか？大好きです。結構もう着中も毎日飲んでますよ。もう2ヶ月ぐらいはシャバに入れてますね。ただ本当余命宣告の気持ちで収監されるまでを過ごさなきゃって感じで。気持ちを悪く書いたら申し訳ないんですけど、大丈夫、多分すごい気になってることがあると思うんですよね、見てる人が。スリーサイズは、80、ちょっと乗るかもしれない、88、68、18とかじゃないですか。もっとないかな、わかんない。いいカップです。やっぱ49歳見えないです。なんかやってます？なんかその芸能活動とかそういうことはされてなかったですか、今まで？いや、全然もう闇の方の人って感じなんで、裏社会側って感じなんで。歌舞伎町のなんか悪い人たちの世界にどっぷりハマって、薬物の密売人、地元はどちらなんですか？地元は、まあ、生まれがそのさっき言ったように葛飾区なんですけど、18
8ぐらいからもうずっと歌舞伎町にいたって感じです、ね、高校卒業したぐらいってことですか？その後、まあ、一応短大にも行くんですけど、すぐ辞めちゃうんですけど、女子大生の当時昼キャバみたいなのがあって、女子大生のそこで働いたのがきっかけで、18歳ぐらいの時になんか楽しいことないかなって言ったら、私の年代だとディスコ、クラブ、ディスコであるよっていきなりなんかヤクザの人が言ってきたんですよ。見るからにヤクザだなと思ったんですけど、じゃあそれでちょうだいみたいな。そしたら、まあこうオレンジジュースに入れて飲んでみろっつって、なんか飲んだけど全然効かないっつって足してもらったら、わーみたいな。あ、もうそれでめちゃくちゃいいってなっちゃう。あ、それすげえ、もうその時はもうマシンガントークだし、めちゃめちゃ踊ったし、トイレで何時間も友達とその鏡、トイレの洗面所で喋ってるぐらい、めっちゃ怪しいですよ。結局その自分が使用するにあたってそのお金をやりくりしなきゃいけないじゃないですか。そういう遊んでる人たちって、結局歌舞伎町に溜まってる人たちってみんな昆虫の人たちね、が欲しいってなるから1万円札を持ってくるじゃないですか、何枚か。でそのお金を、プラスアルファでそう自分の分を手に入れる。あ、なるほどね。それをね、学んだんですよ。あ、要は自分はもう使いたいから、そのお金を稼がないといけないってなって売るっていうことなんですよ。そう売人から多めに買ってそれをただ売ってたってやつ。そう、細かく積んで自分の遊ぶ分が入ればいいやぐらいの利益でよかったんですよね、最初はね。いや、気に入って私はハマんなかった。ギャンブルにハマったって感じだった。覚醒になるってもうギャンブルに夢中、もう集中できるっていう。そう、それで昔、そう、歌舞伎町ポーカー屋さんとかいっぱいあったんですよ。いつもいるなって感じ、お前いつも一人でいるなって感じ。そう、裏のとが好きで、だからもういつもなんかあんたいるよねみたいな感じ。それでヤクザとまたちょっと、まあちょっとなので、そうどんどん知り合いが増えるみたいな感じはありますよね。そういう人たちがやってる忍びを、まあ、自分もやろうみたいな感じになって、もっと本格的にやりたいみたいな、アドレナリンがどんどん出てきて、いろんな、 なんか悪いことは手当たり次第やりたいじゃないけど。それを18歳からずっとやってたんですか？いや、18歳の時はさっきも言ったように、はい、その本当まだ遊んでたり、子供が生まれる前なので、そっからやっとなんかそのちゃんと稼ごうって稼ぎ方がまず間違ってるんですけど、こういう仕事だったんで、そういう風にな頭になったって感じですかね。物自体はヤクザの事務所、ヤクザから頼まれて売れっていう感じなんですか？いや、最初はそのコツコツの時はもうそんな感じですよね。まあ言うなら倉庫版とか、そういうのとか、まず売り上げとか全部報告したりとか、そういう役割で。ヤクザの事務所に入ってて小分けにしたってことですか？いわゆる映画とかで見るパケにこう詰めてとか。そうそうそう、事務所っていうかね、ホテル、なんかやっぱ一番見つかんないのはなんか結構一流ホテルとかそういうところの方が安心して暮らせるらしいんですよ、やっぱそういう、まあ、自分もそうしてたんですけど。まあ足がつかないんで。そうで、じゃあホテルの部屋を何ヶ月間とか借りてる。そう点々と、めちゃめちゃ点々としながらで、そこに倉庫として荷物を置く、誰々のところに配達してください、来てくださいみたいに頼まれて、こう細かく作って、例えば赤坂のどこどこホテルの前にとか言って資料持ってってあげてみたいな、ああ了解ですみたいな。やりながら売ってたとですか？ああ、もうね、本格的に大きい単位だったらちょっとやっぱり信用もあるし、あとちょっと怖いじゃないですか、体に多分シャープとか入れながらやるのって結構良くない。だからね、自分から自然にボロ出しちゃう。そう遠ざけちゃう感じですか、自分が体に入れることは。もしなんか盗まれたりとかもあるんですよ、泥棒が入ったりとか。そうすると、はい、500万ペナルティーなとか、全然なんかすごい理不尽だとか思うこともあったけど、そうやって作って、あ、すいませんでしたみたいな。もう全然女の子だけど、もう見た目的にそのなんか安心、やっぱ信用とかもすごい大事な世界なんですよ。だから女には出したくないとかそういうのもあったりもしたんですけど、まあそういうことをやってきてたし、そういうつながりもあったし、全然なんか私ならいいよみたいな感じで買いに行って、廃人状態じゃないけど、もうすごいど根虫とかになってきて、やっぱ信用もないし何もかもない状態じゃないですか。自分がお客さんを手に入れるきっかけって、そういう人たちが捕まっていくんですよ。で捕まるとそこのポジションが空くじゃないですか。そう、
売人さんいなくなって困りますって、あ そこで自分がこう、なるほどね、繰り上がり方式で上がれていくんですよ。そのうちちょっとずつ自分にもお客がついてきて、お金貯まって買えるようになってって、で、まあ、1キロとか貯まって買えるようになってって、今度は自分が役さんの事務所行ってちょっと1本お願いしますみたいな。1本っていうとどれくらいの買えるんですか？1キロです。1キロいくらぐらい買えるんですか？ それはねやっぱその時にもうすごい高い時とかは1000万とかぐらいするし、まあ 500万とかでもする時があるし、私高い時にちょうど一番乗りに乗ってた時なんで、高い時っていうのはつまりない時だから需要が増えるんですよ、うん、手に入らないから自分のところに買いに行きたいってなるじゃないですか、うん、だからそれですごい稼げたんですよね。逆に安い時は誰でも手に入るからあんまり需要がなくなっちゃうと思うんですよ。本当にすごいプレミア感がついてる時、なんか1000万は常にお金持ってないとか、だから5本ぐらい持ってないとか、そんな感じで、でまあタクシーなんですよね、危ないから基本移動タクシーです。タクシー運転手を買収してました。1日10万円とかでもう、あ待っててる、あそうそう、うん、そのタクシーもポンチューとかなんで、あお客さんだってするとですか？あそうですね、最後買いたいとかいうお客あので、まあキャブやりながら運転してずっと回ってくるんですけど、タクシー個人タクシーと普通のなんか会社のタクシー、東京無線とかみたいなとか3人ぐらいいました。歌舞伎町にあるんですか？あ、私行ってたのは中華街にあった事務所に。あ、そうですね、そうですね、神奈川だから。そうです、そうです。まあそこ2次団体とか3次団体、うん、まあそうですね。1キロ買ったらもうそのまますぐ横に流すんで、千葉とかのイラン人のとこまでタクシーでビーって行ってもらって、で、そのままお金に変えて終わり。イラン人はそのヤクザを知らないじゃないですか。で、別にそことつながってればそこに買いに行くことができる。たまたまあの私しか知らないから私に買うしかないとか、そういうシステムですよね。売上っていうとどんぐらいになるものですか？1000万100万とか抜くぐらいですかね。あ、プラス100万ぐらいになると、うん、あ、まずそんなでもないんですね。そうですね、もう全部自分でやるとしたら100万抜いたりとか、まあ言って、まあ、まあそれもそのお客さんとかにもよるんですけど、まあでもがっつり乗っけたこともあるから、ちょっと今可愛く言ってしまったかもしれないです。安く取れて、その物のが良かったら、内容が良かったら中身が、その自信持って高く出せるじゃないですか。それはもう500とか全然抜けるじゃないですか。いわゆる純度みたいなやつですか？それがまあいいもの、そうそう、その打ち込みとその何炙りと両方いけるかみたいな、そういうので結構両方ともすごいハイグレードだったら売れるって感じです。まあ、なんか一応肩着みたいなもんじゃないですか。いや私構成員とかではないんで、うん、だから結局肩着が人なんかはめられたことがあるんですよ。人の島内何やってんだって、人の島内やるなよって言われてたんですけど、なんかお客さんがその島内だったんですよ、必要だ、うん、まあ、それはもう罠だったんですけど、めっちゃイケイケの組織の怖いところだったんですけど、じゃあ死ねよみたいな感じになって、それどっか連れてかれてってことですか？あ、そうです、山へ連れてかれて。4人いました。でも4人ぐらい、でもみんなポンチューなんですよ。ヤクザのポンチュー。あ、そうそうそう、よく詰められて。あ、そうです、そうです。山でこうやって埋めるか、あのいわゆる自分の穴掘れよってやつですかみたいな、かまた注射で、いやでもめんどくさいみたいな、あ、結局見つかりやすいみたいな、なんかだから注射みたいなのさせられそうになって、やべ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 と思って、時間稼ぎでなんかもう死ぬ前に最後になんか弁当貸してくれたんですよ、コンビニの。いや、なんか好きなの選ぶみたいな幕の内ですよ。それで、そこに線香立てられて、食べないですよ、線香立てられて、で、そしたらなんかそいつらのその一番何権力のあるやつ、その指示出してるやつがなんかしゃぶ中だから途中で切れ目になってくって寝ちゃったんですよ。で、わラッキーと思って、それでもう周りのやつらがどうするみたいな、こう囲んでたやつらが、でもうしょうがないから、もうだからそいつらにも殺す勇気はなかったんじゃないか、わかんないですよ。だからもう捨てていくしかないなみたいな、でポイって捨ててもらって、あラッキーみたいな。それでたまたまトラックが通って、星の光と月の光だけのところしかなくに降ろされて、ここがどこ状態だったんですけど、映画みたいですね。でそれでトラックに乗って帰ってきたんですか？うん、それでそう友達と合流できて、あよかったよみたいな。
そうそれは何ですか、やっぱそのじゃあ稼ぎすぎちゃって目つけられちゃって、もう、ね、全然目つけられない、普通に仇だもうやっつけてやるみたいなのはもうふざけてる、舐めてるとか、結構家とかにも来ましたよ。なんかあのよく恐喝とかで何回もあのもう何年かおきに出場してるニュースで、あそういう人とか、あの恐喝のプロみたいな人、お前が悪事全部バラしてやるとか言って、こうずっと包丁とか向けられてても、あ絶対こうやってずっと向け続けてるやんねえなとか、なんか分かってくるから、どうぞどうぞ、もうご勝手どうぞみたいな、めっちゃ粘ってたけど、なんか結局取れなかったんで、あおとなしく帰ってて、なんかお前なんかヤクザの女だったらなんかすごい良かったなとか、なんだろうなって帰ってて、うん、別にヤクザとも付き合ったことはあるってことですか、もちろん。そうですね。それはじゃあ自分が買ってるとこの組の人とかですか。いや、そういうね、仕事とはあんま分けるんですよね、私。なので別のヤクザ、そうそうとか、まあそういう、例えばなんか闇スロとか、そういうとこで遊んでる人とかとかの方が、いろいろです。まあとりあえず人2人殺してる男と付き合ってたんですけど、まあ、中国マフィアなんですけど、なんか日本で2人やってるからか、いろいろもう悪いことしすぎたから国外追放になってるんですけど、殺人をしてるっていうことを知ってた上で付き合ってたの。あ、そうですそうです。なんか1個目はなんかカラオケ、それこそで、なんかこうやって頭ずっとポコポコ叩かれたらしいんですよ、なんか酔って絡まれて、そういうムカついてバンってやったら、そいつの打ち所が悪くて、なんか角になんかで、それで死んだっていうんですけど、それで不起訴だったとか言ってましたね。で、あとは命か金かどっちかってこう銃を向け、金だって言うからじゃあ死ねっつって、で、まあ20代を宮城刑務所かなにほとんど捧げてる人ですね。中国の方なんですか。中国と日本のハーフです。だから日本語もできるんですけど、でその他にもいろいろ悪いことやりすぎてるんで、あの日本永久追放になって、あもうだから中国でしか会えない状態で、まあそいつとの喧嘩は結構、そいつは本当に何頭に血が上るとガチでやってくるんで、もうすごい私も負けずになんかやり返したくなる、あの気強いんで、本当は本当はっていうか、まあ実はギャラリーがすごいんだけど誰も助けてくれないですよ、外で。そう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 、もうなんかこう右左ボコボコ殴られてたら、もう次の人もすごいパンダになってたし、もう肋骨とかも折れてたし、ただ次の人がめっちゃ痛い、めっちゃすごい顔になってて、で、まあ、パスポートもビリビリに破られてるから、あの日本大使館行って、日本大使館の人がパスポート再発行するならって言って、もうこの顔で撮んなきゃいけないんですかみたいな、いやしょうがないでしょみたいに言われて、めちゃくちゃ発言症で撮りましたね、パスポート差し場になって飛んでいって、えそれハインプラントですか。あこれセラミック、セラミックですか。歯が飛んで、あそうです歯が飛んできましたよ、もう歯ってなりましたもん。殴られて。あそうです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 。好きになっちゃったってことですか。だから結構そうやって悪いことばっかしてるじゃないですか、でそういう悪い刺激じゃないけど、悪い人を好きっぽいんで、そういう人じゃないとお付き合いできないってことですか。でそんなことは決してないんですけど、なんかどっかなんか悪い、ちょっと悪い人に惹かれやすかったのかも。あ当時は、ね、当時って言ってもよ、ね、10年前のあ10年前ないか、5年前ぐらいですよね。今は違うんですか。今はね変わりましたね、もう全然普通の人がだって人殺したって分かってる人と付き合ったからそう思っちゃったんですけどこの前あの歌舞伎町の、何年か前にあのカラオケだったらビルかな、発砲事件あったの知ってます。なんかヤクザが死んだっていう、銃で撃ったとか言って、最近のやつはもうあれですよ、それこそ一緒に仕事してた仲間ですよ、あの、10カ所ぐらい刺した勝又ってやつで、その殺された方と殺した方も両方知り合いなんですけど、こうぐるぐる巻きに首絞められて、で、まあ、耳切り落とすとか、まあ、始まったりとかしてて、そいつがまあ生きて帰っては来たんですけど、ピンポンって来た時に真っ青なんですよ、まあ、真っ青で紫、めっちゃ怖いんですよ、あととか、その顔がホラーだったっていうのが。ちょっとハイボールと4杯になります。ありがとうございます。ありがとうございます。よければ。はい。
結局シャブ中とかでお金にそのギャンブルとかルーズになって、そういうお金を多分使い込んだりとかそういうのとかで結構トラブルが起こる。なるほど。じゃあ昨日まで普通に話してた人がもういないっていう、うん、そう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 、そういうのはやっぱ長く生きてるから結構目にしますよね。なんかすみません、なんかこんな感じで。でも意外とあれなんですね、意外とっていうのも失礼ですけど、運良くっていう、分かんないですけど、運良くっていうのは、うん、だって死に、まあね、そのその山に置き去りされたことあるけど、その命の危険みたいなのはそんなに、そうなかったですね。なんと本当、まあボコボコにされたりとかするのはよくあることなんで、なんかカウントしてないです。息子さんのお父さん、どういった方とか。あ、なんかだからその友人の家でそのなんか薬とかやってる友達がたむろする場所があって、そこで知り合ったんですけど、ある時なんかガサが来て、なんかみんな持ってかれるんですよ。で、自分その時あの薬物のあのあれが陽性とかじゃ出なくて陰性だったんで、でしかもその人もアウトだったんですけど、自分だけはセーフだったから、だからもちろん妊娠してる時とかそういう体にね、そういうのは入れたいんで大丈夫です。まあ、その人が逮捕状出てるから逃亡生活みたいになってって、で名古屋に行くんですけど、出産間近の時に産みに行こうと思ったら、なんか逮捕状が出てる旦那だからなんかダメですみたいな、なんか名古屋の日赤病院ってとこなんですけど、中村さん、あ、調べられて、どうやって、ちょっとね、未だに不思議なんですけど、とにかく断られるんですよ、出産を。で、なんか深夜バスかなんか乗って東京で産みました。ただその時は全然お金ない時だったですね。だからなんか普通みんな1回検診くらいですか、毎月。そういうの全然いけなかったです。なんかずっと、じゃあそのなんか仲間同士で覚醒剤やってる中の人とできちゃったみたいな。そうそうそう、みんなでこうたむろしてたようなところからどんどん一人ずつ消えていくんですよ、捕まって。そう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 。え、もうまだご両親は健在なんですか。いや、もう他界してます、両親。お二人ともですか。あ、そうです、そうです。もう7年とか8年前とかには亡くなってます。うん、だって普通のご両親なんですか。いや、うち母がギャンブル依存症で父がアル中でした。うちね、お父さん一応不動産だったんですけど、途中でサラリーマンも途中辞めちゃって、なんか自分で独立してって言ったけどフリーみたいな。で、逆に収入源がそっちの方がもっとないみたいな。で、まあ自己破産するんですけど、まあ騙されちゃったんですよね、人の証人が。それでなんかそのからもうもっと浴びるようにブワー飲み出して、給料とか回ってきても全部ギャンブルとかにバッて使ったりとか。だから家賃とかずっとあのまともにその全部先に払えてるなんていう見たことないですもん。あの水道とかガスとか電気とか止まるような感じだり感じだったし、うん、まあなんか督促ばっかり来るような、うん、もう毎日いがみ合ってましたよ。毎日こう喧嘩の声がもうすごい、いがみ合った家庭で育ってて、で、もうだからちっちゃい時は本当パチンコ、お母さんがのパチンコついてくるの嫌でしたもんね、マジで。早く我々、負けろとか思って。あ、お母さんがもうずっとパチンコで待たされているこう幼少期っていうか、そうそうそう、昔に入った、そう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 、そういう思い出多いです。で、18歳でも家出るみたいな。そうです、もう18歳っていうか、前からまああんまりちょこちょこ寄りつかなかったんですけど、でも一応高校とか出たし、その短大も1年生までは、2年生になって辞めたって感じ。まあ、辞めたっていうか、なんか親が金払えないから、なんかどうするみたいな、別にいいよ、行かないみたいな。あ、学費もう途中で払えなくなっちゃって。あ、全然払えないって感じで。で、辞めたっていう感じ。まあ、そうです、そうです、そうです。結局だから、その今までの何生きてきた分でいくらぐらい稼いだんですかみたいに聞かれたら3億円ぐらいになるのかなって感じですけど、家とかも買ったし、キャッシュで。だからそんなキャッシュで買えたんですか。覚醒剤で。あ、そうです、覚醒剤御殿。すごい。30歳の時にキャッシュで買ってポンポンって、そうそう、まあそれでなんかその親たちを呼べるような感じになって。でもご両親は知らないでしょ。知らないんですけど、あの毎月そのお金を渡してるじゃないですか、定期的に。最低ラインが50で毎月。あ、そうです。だけどうちの親もめっちゃあの歯とかめっちゃお金かけたりとか、あとギャンブル代とかも上げてるし、そんなポンポン渡せるのってじゃあどんな仕事って思いますよね。いや、不思議ですね。親は知りたくないし、
やっぱ親に貧乏させたくないとか子供に貧乏させたくないとかで、そのいい暮らしをさせたいっていう方で、ただなんかそれが喜び、自分の原動力だったっていうのはあります。でも幼少期はひどいことされてたんじゃないですか。いやいや、ね、でもね、子供生まれてからです、その発想が出たの。ちょっと意固地になって一人で育ててたじゃないですか。その時、まあ、自分熱出して子供が熱出して自分も熱出した時、やっぱ頼るとか親しかなかったんですよね。でちょっと助けてみたいな、救急車乗んなきゃいけない時とか、その時に初めてその親のありがたみが分かったけど、もしね、正義感にあふれてる親とかだったら、なんだこのお金とか言って、そんなことやめろとかなるはずだけど、まあ、心配ですよね。まあ、その前にまあ捕まったりとかもしてるの知ってるし、使用で捕まってることあるんで。使用は何歳の時に捕まったんですか。少年とね、21かな。なんかその時友達と一緒に捕まってるんですけど、その子の家が、まあ、もちろんヤクザのなんかおじいちゃんのなんか昔あった国粋会ってとこあるんですけど、そこが芸者をやってたんで。舞妓さんですか。あ、そうそれの、まあ、ちょろっとしかやってないですよ。そこのまたね、その木屋さんのとこの風呂がもう温泉並みにすごいゆっくりできて、そこでシャブ吸ってて、でそれ置きっぱなしにしたんですよ。そしたらまんまと通報されました。あー、あるなんね。そこの芸者のあのおかみに逮捕されたのが平成20年とかで、その時はこういう裏稼業の人って飛ばしの携帯がマストな必需品、他人名義の、そう、それをね作りまくったりしたんですよね。そのなんか売人活動だけだと刺激が足りないじゃないけど、まあ、ちょっと飛ばしの携帯とかみんな自分でお金買ったりするんだけど、なんか持ってきたりするんですよ。お金がないから、この免許証とかこれでなんかなんとかなりませんかとか、そういう人とかもいたりして、じゃあそれ使って、じゃあ携帯作ればいいやとかで、そういうの作りまくってたら、シンプルな有印私文書ビルを作って、それを誰かに売ってたりしちゃった。あ、そうそう、自分でも使うけど、それもあのたまたまそれ、そうそう持ってたんですよね、人の。その時は2年半の服役なんで、はあはあ、和歌山刑務所。和歌山女子。あ、うん、そうです、和歌山女子で、まあ、最初出所した頃はちゃんとしたんですけど、今度売人っていうよりも、あの今度海外の方に、拠点が変わるんですよ、その仕事の。あの日本の売人活動じゃなくて、海外で、あの本当に海外マフィアの人たちあるんですよ。ブラジルとかイタリアとか、まあ韓国とか中国とか、そういうところら辺にいる人たち、海外からこの CL になってる。そう、それで海外であの船便とか飛行機便を使って日本に送ったりとか、他の日本じゃなくてもいいんでしょ、他の国に送り出すっていう、それを海外に行ってもらうんですよ、ビザがある。取りに行ってもらうとか、あの、いや、もう向こうに住んでもらいます。送るとかの手続きを、まあ、そうそう、イタリアから、そうそう、ブラジルまですごい住んでもらって、そういうちょっと不便だけどって、日本語をね、あれだけどって言って、でそんな感じでそのお金をまあもらう人材派遣みたいなことに変わってました。なんで入ってきちゃうんですか、日本に。だって税関とかどういうふうにこう、いや、マジで、あの本当にうまーく、チョコレート一個一個あるじゃないですか、お菓子とかの、そういうのにこう一個一個入ってたりとか、結構緻密な作業なんですよね。あとはその子供のおもちゃ、わかります、子供のおもちゃって、ガン、そういうの中にうまーくこう入れたり、自分の時はコーヒーとかも、あのもう何、昔だったらコーヒーとか、コーヒーの瓶、そうそうそう、とかも全然通ってたんですけど、今マジでうるさいんで、ここ最近はマジでうるさくて、こう絵とかの額縁わかります？あそこにこううまーく入れ込んで、ちょっとかさ増しして、重さでわからないようにしたりするとスッと入ったりとか、バレたら押収されるんですよ。で、あの誰がこれ送ったのってなりますよね。そうならないように、その国をまたいだりもするし、あの結局イギリスにいるんだけども、ブラジルから届いたやつをイギリスでキャッチしてもらって、イギリスからまたポルトガルに持ってってとか、そういう風にして、そこから送ってって、その3カ国ぐらいまたいで、そこで税関で見つかったところで、どこから送られてきたかもう分からない。分かんないっていうか、追いかけれないんですよね。指定の場所に送られてくるって感じで、それで誰かが取りに行く。で、その人がまずどこにこう、まあ、その人だから、まず倉庫みたいなところに1回入れると思うんですけど、で、サンプルみたいなので書いた人たちにこうどうですかって少しずつ、それもあのどっかのホテルとかの
洗面所の裏とかにペッとこういうに貼り付けて、まあ、それで確認してもらってとか、まあ、昔の日本同士だったらちゃんとホテル、ちゃんとしたホテルとかで提出してもらって納得したら、もうですぐ終わるのに、ホテル部屋何個か取ればもうパッパって終わってたんですけど、今だと最近だとそうでもなくて、最終的にはその買ってくれる人ってヤクザの人が多いんですよね。18ぐらいからもうずっと歌舞伎町にいたって感じです。あるよっていきなりなんかヤクザの人が言ってきたんですよ。全然聞かないっつって貸してもらったらわーみたいな。その最近の海外の方のやつは届いてからのことはもう一切タッチしないって感じでした。中抜きだけしてたんで、その人材派遣の子たちのマージンをもらってた感じだったんで、その子が何ヶ月間かいたらいくらみたいに取り組みしてたんで、そのとってもボスの人たちと、その何回か月に全然失敗して届かなかったりしても100万円もらえるし、めちゃめちゃ届いても100万円だしっていう。スノーさんのとこに来るのは何いくらぐらいですか？いや私そんな抜いてないですよ、思ってるほど。片手ぐらいしか抜いてないです。50万ぐらい使わないでしょ。じゃあ一人だけじゃないですよね、派遣してる人は。それ同時に何人ぐらいこう派遣してる？いやそんなでも思ってるほどいっぱいいないですよ。3人とかだから、自分の場合もそんなにすごいお金を稼げるとかじゃなくて、ここのその数年間とかは人を、まあ息子がを使ってたわけじゃなくて、息子さん似たようなことをさせたくないと思って育ててきたつもりなんですよ、自分とは。そのだけど勝手にもう10代ぐらいから歌舞伎町に行ってて、でまあいろいろなんかやんちゃみたいなことしたみたいで、もうだからちっちゃい時は本当パチンコ、お母さんがのパチンコついてくるの嫌でしたもんね、マジで。昔そう歌舞伎町ポーカー屋さんとかいっぱいあったんですよ。いつもいるなって感じ、お前いつも一人でいるなって感じ。カエルの子はカエル店みたいになってて、じゃあ知らないところで、まあ、そうそうそう、それだったらなんかそういう人材とかに長けてて、でまあそういう裏のことばっかりやってるって感じだった。ああ悪いことをさせる人材派遣みたいなのを、まあ、紹介とか、まあ、飲み屋とかもやったりしたんですけど、向こうもなんかそういうことをなんかそういう知り合いがいるからっていうので親子であ、繋がっちゃった。そうそう、それで親子で、そうそうそう、その人材派遣みたいなことをして、1ヶ月いくらぐらいとかのそういう仕事あるみたいなのを振ってきたのは向こうかもしれないです。で、あ、なんかもしかしてその子パスポートとか持ってるみたいな、あ、持ってるよみたいな、あ、じゃあちょっとこういう仕事あるけどって言って、そしたらバンバンなんかすごいいろんな知り合いが多いみたいで、バンバンこう送ってくれたみたいな。逮捕されるきっかけってどういうところでこう事実通りに行ったんですよ、私。なんかもう思い上がってて、荷物を取りに行ったとですか？そうなんです。そんでバッて囲まれたんです。だからもうバレてたってこと？そう、アホですよね。 あの税関検査中って何回もかかってるからやばいなと思ったんですよ。こんだけ税関検査中かかるやつってもう大体パンクするって分かってたんで、パターンとして、とかもうバカですよね。もうめんどくさいってなっちゃったんですか？なんかもう勢いづいちゃってます。酒とかも飲んでたんですよ当日。オランダ、アメリカ経由のケタミンなんですけど。どこに取りに行ったんですか？日本橋の小網町です。のホテルです。Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold youで、捕まった中身は覚醒剤じゃないです。ケタミンなんですけど、麻薬特例法から、普通に精神麻薬なんとか精神抗薬麻薬、まあの営利ですよね。だからランクがあってヘロインが一番重いんですよ、刑法で。その次が覚醒剤で MDMA、エクスタシーで、まあ、タイマーみたいな、あ、コカインもがあるか。それはどういうふうに使うものですか、ケタミンって？え、それケタミンも注射とかで？いや違います、私もね、それ自分使ってなくて右から左の人だから分かんないですよ。自分やったことないですよ、やってない。
あの薬物とかも全然こう右から左に流してきてるんで、順応が分からないこともあるんです、さすがに。そうすごいですね、何に何かもう分からないものをこう細かくで電話してと日本に出て、どんな悪いものかも分かってないことってすごいですね、なんか。あ、じゃあ誰か別の人がそれ取りたとしても少し捕まってたんですか。そうですそうですそうです。そういう人は別に誰に頼まれたとか言わないんですか。結構ね、20日で監黙、監黙って完全黙秘、黙して語らずにすると大体20日でファインになったりするんですよね。じゃあみんな言わないんですね、結局。でも自分の場合は監黙しててもダメでしたね10ヶ月拘留されて、で今回休、今回休刑7年打たれましたって感じですね。結構いろいろもう目つけられちゃってたっていう感じなんですか。分かんないです、それは。刑事事件は否認がいいんですよ。余計なこと喋ると裁判で上げ足取られちゃうから、そういう意味でも黙秘するっていうのは結構刑事事件、その薬物事件に限らずそういうのが当たり前みたいなとこは、捕まったことある人とかだったら分かるのか。スノーさんみたいなことをしてる人っていうのはいるんですか。女の子ではいなくないですか。男性でも現に今こういうそういう人っているんですか。いると思います。今もこう海外から薬がどん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 、出てますよね。なくならないですか。いやでもなんかだんだん成分とか悪くなってて、昔のに比べたら、だからやっぱり原料が手に入らなくなってるんですよ、規制とかで。でなのでちょっと国変えて、そのこの国だったら作りやすいとかあるんですよ。ブレイキングバットとかみたいな感じじゃないですけど、あるドラマのね、みたいな感じじゃないですけど、ああいう風に作られてる、なんかね、そういう人も派遣してほしいって頼まれてたんですけど、で、そう、ぜひ行ってもらいたかったんですよね。行って手法を盗んでもらったら、まるまるこれこそ自分のビジネスになるぐらい思ったこともありますよ。海外マフィアと接触することなく、作る人を出す、終わり、来る、終わりみたいな。自分のとこでも作るっていう。そう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 です。風邪薬のなんか成分とかそういうのもので作られてるんで、簡単に言うと覚醒剤。作るじゃないですか。じゃあ誰が一番悪くなるんですか。作ってる人が悪くなるんですか、それとも売ってる人が悪くなるんですか。強さしてる人じゃないですか、全部。だから手を汚さずやってる人が一番重いですよね。今まで取引した覚醒剤って何キロぐらいですか。わかんないですよね、もう長すぎて。何キロなんでしょうね。ただ1回に5キロとか、でも100、200、300、わかんない。え、今お金はいくらぐらいなんですか。全然ないですよ。今もう全然ないですよ。全然ないです。補助金から弁護、補助金はいらないけど弁護士代とか。そうでもなくないですか。そんな人材派遣とかのお金とか、そんな稼げてなくないですか、思ってるほど。まあ普通に飲み食いしてと。でそんなにもないですよ。だからバーって稼いだ時はお家買ってとか、うん、結構その派手に、なんかそれこそ衣食住とかにお金をかけてたけど、どんどん年々質素にはなってたと思いますよ。貯金も全然ないんですか。全然なくはないですけど、まあ裕福な時に比べたらって感じですよね。大変ですよ。なんか全部計算とかしたんですよ、とかいろんな生産。そうすると意外と出てから残んないなって感じで、割には合ってんのかっつったら、割にはないと思うのでやめた方がいいですって感じで、これを聞いて反面教師にした方がいいですよって。なので人生やり直せるっていうか、出てきたらもうやんないです、これは。もうここまでね、クルメンタリーさんで喋って、じゃあ本当はやばいですよ。まあね、そういう人、いやもう、うん、だって私の周りそういう殺人の人とかいっぱいいたってさっき言ったじゃないですか。だから噛めないんですよね。でもそれも喋ってでも服役して言われたんですよ。こうもう半世紀ぐらい生きてるじゃないですか、人間変われないんじゃないかとか、どうせ出てきても同じことやるんじゃないかみたいなことは言われるけど、まあ変われるってところを見せたいですよね。まあ普通の人間からしたら怖いことじゃないですか、うん、
そういうその行動力、行動力は別のことに生かせば絶対いいと思いますけど、なんか女性なのにっていうのは、うん、そういうことを別にしなくても、いや本当そうですよね、全然それぐらい稼げると思いますよ、ね、本当ですよ。かあのなんかね、だからどこで間違えたのって感じですね。ちょっとトイレ行ってもいいですか。もうでも今回7年ぐらいで、そうですね、今回ちょっと長いですね。もうどういう感覚なんですか。いやいや、まあ、いや嫌ですよね。嫌です嫌です、もちろん、ね、あのなんか捕まった最初が一番、最初にこうガシャンって留置所に出られた時、あの時が一番なんか頭おかしくなりそうでしたよね。あ、まあ裏稼業とかしたから SNS とかやってないし、もうちょっと出ちゃってもいいかなと思った時に、出るならグルメンタリーさんに出たいなっていうふうに思いました。めちゃめちゃ面白かったで。でも中で 見れないですよね。そうなんですよ。どういうあれなのかなっていう。だからなんか一応友達とかがそのなんか写真とかをその部分部分スクショして送りますとか、そういう感じ。あのもうどんどん乗り上がったら注文してください。ありがとうございます。この嬉しくできます。いやもうありがとうございます。めっちゃ優しいですよね。オグノハイ、はい、浅草のうなぎが食べたい。あしばらく食べれないものとして、あ浅草のうなぎを食べておきたいなっていうのはあります。今って息子さんと住んでるんですか。あ、はい、こんにちは。体調が悪いんで、はい、体調が悪いんでちょっとご飯食べてくれないですか。たまたまですよ。うなぎなのにせっかく急性咽頭炎ってやつで、扁桃炎とかも併発してるんですよね。もう喉がボロボロです。そうです、すごい口の中で、ね、もう唾飲み込むのが大変みたいな。例えばさっき駅であの人みたいな、ひらげても、じゃじゃげても、そうそうそう、刺されたら痛いな。70歳のおじいちゃんがいるんですけど、すごいヤクザなんですよ、現役の。あ、今もそうなんです。そのステージは麻雀仲間なんですよ。ちょっと見せてくれでしょ、拳銃で撃たれた後。不死身ってある。不死身で、不死身すぎてびっくりしてる。お母さんが小さい頃からこう 何してるか分かってたんですか。いやいや、そんなことはないですよ、さすがに。あ、でも全く分かんない。さすがに中学、例えば中学の時に、あの、まさかそういう風にやってるとかいうのは思ってなかったですけど、うん、本当にあの誰に教わってあげるわけの似たいことをして、たまたまやった、たまたまですね。今回は絡んでないってことだよ。そうそうです、そうです、そうです。逮捕的には今まで刑務所とかないんですか。刑務所じゃないです。あ、3回か、3回です。もう今あの犯罪やってないんで全然言えるんですけど。気をつけてください。暑いですから。ありがとうございます。開けていいですか。すげえうまそうなってきた。いやー、うなぎはやっぱ危ない。あー、ちょっと骨とかね、怖い、怖い、怖い。気持ちいいね。暑いとちょっと厳しいんじゃない。ちょっと詰まってかないと。大丈夫だよ。そうなの、うん。やっぱりあの焼き方とかも浅草のタイプは違うんですよ、その名古屋とかとなんか焼き方が。ただ今から今全然表現できなくて困ってます。どう香ばしいですよね、すごい香ばしいです、うなぎが。語彙力がちょっとびっくりします。今うなぎだよ。うなぎが好きなんですね。うなぎ好きなんですよ。一番好きな食べ物はうなぎですか。
一番好きな食べ物はなんだかんだ無難な卵焼きとかなんですけど卵焼きって卵焼き卵が好き。あ、卵が好き。ちなみに卵か2番目の卵焼きなんですけど、あ、食事が偏ってる。もう食べれないですよね、多分。70なんか出ないですもんね。出ないですよ。ゆっくり食べたいんですけど、うん、うまっ、おいしい、うん、柔らかくないですか、うん、寂しくなるね、うん、なんか集合場所すごいお酒飲むとめしたがるよね、なんか、うん、そうだね、うん、普通に飯食べようって言ったけど、安いところで、安い酒飲む仲いいっすよね、二人友達みたいな感じですか、そんな感じだね、ですよね、うん、憎しみというか、そうです、うん、お母さん捕まっちゃったことはありますかね。あるんですけど、その過去にその服役した時って、ね、あのまだ小学生だったんで、あ、はい、あ、それなら病院入院してるっていうふうにおばあちゃんに言われてました。ずいぶん長い入院だなと思いますよ、ね、コロナが今回そのね、まあ、7年、いや、7年そのまんまはないんで、うん、まあ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 、まあ、うん、悪くて6年ぐらいやってますけど、まあ、それでも長いですよね。やっぱもともとそのそういう仕事をやり始めたきっかけも、あの家族が全く収入がなくて、その上で僕が生まれたりとかっていうのがあったから、手段が選べないっていうのが、やっぱ全然他とそういうとこ違うと思いますね。世間がなんて言うとも、まあ、僕はその金で、あのまともに高校の卒業まで出してもらってるんで、別に全然あのとんでもない親だとかって多分コメント欄で言ってるかもしれないですけど、うん、だからなんだっていう感じですね。全然、うん、恥ずかしいなと思って、うん、2人でハイになったりする親子ってあるんですか？あんまりなかなかないですよね、これ。笑っちゃダメ。全然なんか合法の、あのちょっとハイになる クッキーとかをパクパクって食べて、ちょっと酒飲んでからセット一緒に食べたりとか。へー、2人で、ね、結構割とここでは常識ぐらいの雰囲気で全然やるんですけど、他に言うと母親とやるなってみたいなの言われるんですか？ちょっと、あ、そうなんだみたいな。ないですか、親と会いにはならないですね。判決結構長くなったから、あと本当に12月20日ですね、1ヶ月だけして。スノーさんって今彼氏とかいないんですか？いない。逃げたりとかしようかなと思わないですか？あ、それで十分じゃあ一緒に過ごします。頑張ってくるからみんな待っててほしい。頑張れ、頑張って。出所飯行くんで。今回話しきれなかったこととかそういうのは全部あの服役中に手紙に書いて、で、まあ、息子宛に送って、で、まあ、それを息子がツイッターで発信してくれるって感じですかね。で、息子がいるとね、急にポンコツになっちゃうんです。あの
T シャツラーメンの方は厚生支援施設の方に寄付いたしますので、はい、皆様続々と買ってください。よろしくお願いします。売上の一部を、一部です。そうですね、はい、こういう、まあ、犯罪を犯した人の構成を支援するような、はい、ところに送るとですね、はい、分かりました。ありがとうございます。7年だったら7、6、42本。何も買ったかも分かんなくなってる。数えた方がいいっすよ。自分の荷物保管できるとこあるっすか。そうそうそう、なんかキャリーケースみたいに入れて。ああ。